自由の国アメリカ、その最大の都市ニューヨーク。その昔インディアンが住んでいた小さな島マンハッタンが、今世界経済の中心として巨大な都市へと変貌し、人々の夢と希望というアメリカンドリームを見せる。それがマンハッタン、ニューヨークだ。この巨大な建築の森マンハッタンには、世界貿易センター、クライスラービル、エンパイアステートビルなどがとどまるところを知らずに空へと伸びていき、摩天楼の壮大なパノラマを見せてくれる。車やビルが立体交差するように、この街では世界中の人々が実にさまざまな表情で自らの生活を交差させている。その一瞬一瞬の人と人との出会いから生まれてくる音楽や芸術、ワシントンスクエアは人々の憩いの場。ミッドタウンは5番街を中心に5番の目のように走り、道の上をせわしげに人々が行き交う。絶え間なく鳴り続ける車のクラクションは一つの音楽だ。そう、この街のざわめきはそのまま全世界のトップシーンにチャートされるのです。そしてマンハッタンの中央に横たわるセントラルパークを挟んで、東西には世界有数の美術館や博物館が並び、町の中枢である行政機関も見事なまでのバロック芸術を見せてくれる。誇りエンパイアステートビル。このビルは1930年に工事が開始され、たった1年で102階建てのビルが人々の目の前に姿を現したという有名なエピソードがある。世界恐慌の中、1日も休まず続けられた建設工事、不況にあえぐ人々の明日への希望の象徴だったエンパイアステートビル。晴れた日には塔が見えると言われるこのビルは、今やマンハッタンにはなくてはならないランドマーク。
そんなアスファルトジャングルにも通りを一本隔てただけで街並みがガラリと変わり、歴史と伝統に彩られた数々のブティック、そして前衛的なギャラリー。ニューヨークという大都会の面白さはこの表情の豊かさ、奥の深さにある。マンハッタンの高層ビルの歴史は古く、20世紀初頭に建てられたビルが今もあちこちに残る。クライスラービルはその数あるビルの中でも最も美しいビルディングトップを持つビルとしてニューヨーカーに愛され続けている。クライスラー社のラジエーターキャブを真似たアールデコの塔はマンハッタンでもひときわ映える。オフィスではファクシミリがオペラを歌う街ニューヨーク。しかし夕方ともなるとマンハッタンの中央部に広がるセントラルパークに人々は憩いの場を見つける。ジョギングをする人、犬を散歩させる人、乗馬をする人と様々な顔が集まり、南北約4キロ、東西800メートルに及ぶ大公園はニューヨークのもう一つの心臓部だ。Ivory lady, how I want to know you. And if the sun don't shine, I know we just won't mind.In your cliffside nest, you'll be an artist friend of バリが降りる頃、辺りは一転してその表情を変える。ビルに明かりが灯り、ネオンが瞬き、美しいイルミネーションが闇の中に浮かび上がる。ニューヨークの夜景の素晴らしさはまるで大海に散りばめられた宝石を見るようだ。そして街全体が昼の喧騒から夜のエネルギーに満ちてくる。ブロードウェイのミュージカル、ビレッジヴァンガードやブルーノートのライブ、イーストビレッジのディスコが不夜城ニューヨークに彩りを添えていく。
ニューヨークのナイトライフはカクテルのマンハッタン。口当たりがよく深みのある味は大人の夜を溶かしていく。ホテルのバーは真夜中を過ぎてやがて砂漠のオアシスとなる。アメリカ最大の都市、世界金融の中心地として常に先端を走るメトロポリス、ニューヨーク。林立する摩天楼から発散されるとてつもないエネルギー、アスファルトジャングルの中で展開されるさまざまな人間模様、華やぐ五番街やブロードウェイのミッドタウン、芸術家の街、エスニックの街、ダウンタウン。ビッグアップルの光と影は捉えどころのない魅力として、世界の文化の交差点として明日のドラマを見せてくれる。それがマンハッタン、ニューヨーク。